こんにちは国本香代です、えー、今日は前にやったあのイヤリングの作り方、えー、バラのイヤリングの作り方の、えー、絵の描き方じゃなくて今度はあの、えー、ビスクの作り方あの丸く作る作り方と、えー、穴の開け方と焼き方について、えー、っと質問がありましたのでそれを私流に、えー お答えしたいいと思まますまず土ですね土をそんなにいっぱいは作らないのでちょこっとでいいと思うのですが、えー、土で、えー、っとこれでコロコロしようと思わないでまずこう。 丸くちょっと手でこうしっかり絞る絞るこんな感じでそしてからちょっと伸ばしていきましょうこうやってその時にあのこういう感じじゃなくて大きく軽く伸ばすといいと思います。でえっと 楕円になっちゃう場合もあるんですけど、楕円にならないようにするためには軽く大きく動かすってことですね。それこそコロコロっと転がっていっちゃうような感じでいいと思います。これだとちょっと大きいのでまた半分に切っとこうかな。でしょ。もう音聞いてただけでもパタパタなっちゃうよね。<laughs> もうちょっと伸ばして。 ここがあの若干こうシとシと,となるくらいの方が土を伸ばす時にえ土がこうカピカピになっちゃうと後々やりにくいので時々こう濡らしましょうね。多分これでもちょっと大きいかな。のこの太さ この太さでイヤリングの大きさって決まります。まあ,あのどんなものでもそうだと思うんだけど、この太さを均一に。一本の紐作りっていうのをこう。上手にできるように、こう。コツコツやるよりは大きくやった方が良さそうな感じですね。で、あと、このこのひらひらを使ってで細くしたければ外に向かってこう外に向かって。 だだんだん伸びてきたでしょこういうふうに伸ばしてまあおっきいでも,でもいいかでこんなふうになったら、えー、ちょっとやはり水分をちょっと追加べちゃべちゃにならない程度に水分を追加してあげるといいかもしれないなはい。 こんな風にできました。そしたら私カッターです。カッターをタオルでちょっと拭いてカット。その時グッと押すのもあれなんだけど、まあ、押してあとこう引くといいかな。やりやすいと思います。自分がまあ最初やる時って多分この幅に対して同じくらいの幅の方がうーん作りやすいと思うのですよね。で。 もし心配だったらこうやって合わせてこれに合わせてこうやって真上から切ってもらう。であんまり、うん、気にしなくてもいいと思うのでなんとなくこう正方形になるようなイメージで切っておくとだいたい同じぐらいの丸ができるはずです。で切り落としたら必ず こう濡れ布巾の上にちょっと置いてあげとかないと乾燥しちゃうのであとあと穴を開ける時に硬いとはやっぱり開けにくいのでちょっとこうやって置いときましょうね必ず四角形四角形うんそうね正方形になるようなイメージで縦と横こう上から見て同じぐらいの感じでこうやって切り落としていきます必要なだけ。 切り落としたら手で触ってれば触っているほどの人のうん熱でこう干からびちゃうんで少し軽くこういうタオルの上なら濡れ布巾の上で軽く丸くちょっとコロコロってやってから次の作業に入る方がいいと思います。こういういうにちょっと丸く したらら、でですね、手のひらでちょっと拭こうかな。<laughs> ちょっと拭いてのせたら、えっと、手のひらこうすると私はどっちかというとちょっと形が変わってしまうので指先で手のひらの上に置いたら指先でぎゅっとやらないで軽くコロコロ回す本当にコロコロ。で反対にコロコロ。 で右回りだけだと私はどうしてもなんか形があれなので変わってきちゃうんで右回したり左回したり右回して左回す右回して左回すで手のひらの形もちょっとこうじゃなくて少しこうしてみたり自分でこう丸くなるように本当に丸く作るのがすごく難しいんですね。 んじゃないかなと思うくらい難しいので、えー、丸くなったかなぐらいで我慢できるといいかな <laughs> ちょっと丸くなってきましたよね丸くなってきてるような気分でもう本当にあ丸になってすごく調子がいいときは丸いなっていうような形で作れるようになるんですね手が カピカピになっちゃうと硬くなって次の穴を開けるときにあ開けづらいので若干湿らせ気味でとりあえず丸くなったということで、ね、丸くしてみましたそしたらこれに穴を開けるんですけれど穴を開ける時ってえー、っと あ私はそうですね、えー、クリップを伸ばしたものとか、えー、例えばクリップを伸ばしたものあとこういう、えー、画鋲かな画びとあとこういうものかなを使います。でえー 今まで、まあ、これくらいの大きさからだったらこの画鋲が一番使いやすいかなと思ってるんですけど、うん、この幅のこの見てる幅の真上から見て真ん中あたりちょっと様子見ながら真ん中あたりにこうちょっと触ったら右手は回転させる。 回転させながら優しくく入れ込んでいくただしこの左手左手をグッと力入れすぎないように入れれば形が変わってきてしまうので軽くで、えー、と最後までまあこれの場合はちょっとここまで要するに、えー、あんまり強く入れすぎると丸が丸じゃなくなってしまうんですね。ですから 回転させながらゆっくり入れて、逆回転させながら抜く。そうするとここが凹まずに綺麗な穴が開きます。あと、えー、ビスクそのものに、土そのものに,のに負担がかからなくて、ひびが入らない。入りづらいって言った方がいいのかな。入らないって100、100%入らないとは言えないので、入りづらくなります。あと、貫通させたければこのまま、 やっぱり優しく優ししくで、えっと、こっちにポチッと出たらですねこのままぐさっといかないで軽くまた抜いてですねそのポチッとっていうところをこう見つけてこっちの穴に対して貫通させなきゃいけないのでよく見ながら貫通。これが結構 丸く作るのとこの穴開けっていうのがすごくポイントですね。で、こんな感じになってくるくる穴を開けたら、えっ、ー、と穴ってちっちゃくなっていくんですね。ですから気持ちいいあのうーん使うピンユーピンとかあの丸くなってるあの T ピンとかあると思うんで、そのピンの太さ使うものに合わせて穴の調整をすると便利です。 ですからこういうものも太さがいろいろあるので、それも考えながら使っていかれると絶対にうまくいくと思います。それに優しく持って、優しく回転させて、優しくこう穴を開けてあげる。はい。そしたらですね、もう本当にこれはもうよく乾燥させて素焼きにします。素焼するときはもうコロコロ、もうこんな風にずっともう何て言うんですか、重なっていようと何していようと。 構わないので、えー、そのまま焼くんですけれども、いざえー、っとこういう素焼きになってから素焼きになってから絵を描いて絵を描く時も結構ちっちゃいと大変なんですね大変もう本当にあの綺麗に描くの難しいんですけれど今度こう釉薬をかけて釉薬も本当にこの穴の中に釉薬が入らないように。 焼かなないないないいいいいとけけけんんででをつけなきゃいけないんで結構こういう,うにあにピンをこう差し込んでから差し込んでから湯がけするっていうこともありますそうすると中に入っていかないのでで、えー、湯がけが終わったらですね、えー、こういうちっちゃいものってこの土地これあの えー、ポタリの時のお皿を焼いたり、えっと、ちょっとしたものを焼く時に全面に湯がけのものを焼く時にですねトチって言って針なんですねこの上にお皿とか他のものを置いてこれを焼くんですけれどもこの先ですねこの先をですね、えー、ペーパーナイフあーペーパー、えー、ペーパーそうですねサンドペーパーとかあと金のブラシとかでよく磨きます。磨くとと先がとんがんって いきますのでそれに対してこの穴穴をこう入れてあげるこうちょっと回転させながらバランスよく入れてあげる。でよく見てでここバランスよくここに入れてあげる。こんな感じですね。こういう風にしてえー、っと本当に引っかかってて傾いててもあの釉薬があって。 垂れないようにここの穴の中に入らないように予約を塗ってこの形で焼きますそうするとあのイヤリングが出来上がるってことなんですねまず大事なのはこれですねこれを紐作りをちゃんとできるようにコロ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 転がせるように変な楕円形にこう結構楕円形にパッタンパッタンになっちゃうんですねですからならないように この音がスムーズにコロ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 転がってるような感じの音に聞こえるようなそういうこう陶芸,陶芸土いじりをやっていただくことと、あとは穴をまっすぐに開けること、そのまっすぐに開けることも大事です。えー、偏らないように、えー。これが円ですから必ずまっすぐまっすぐ開けること。 まっすぐ開けないと、えー、イヤリング化した時に傾いちゃったりするので本当にに極力それに注意して開けることが大事です、ね、まあとりあえずそんなとこですかねそれ以上のポイントはないと思いますので皆さんひも作りと穴あけに注意しながら作品作りやってみてください。 ではまたお会いしましょう。